アールズミュージアムへようこそ。館長兼、案内係のうぷ主もめんです。本日はご来館ありがとうございます。身を切るような寒さが続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日もどうぞごゆっくりご覧くださいませ。今回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょうか。本日ご覧いただくのは、機体番号24。主に偵察用として、中、長距離の巡航に主眼を置かれて開発された機体です。こちらが機体番号24、R9B、ストライダーです。大型艦船による移動が困難な局面で、長距離巡航を可能にするためのバージョンです。行動半径の拡大は、ワイド船においても重要な課題の一つであり、局面に合わせて、その形態を大きく変える R シリーズの長所がここにも見られます。R9A の巡航性能を強化した、中、長距離巡航機です。主に偵察用として開発されたため、フォースや波動砲は、防御に特化したものが搭載されています。もともとは、R9 のバリエーション機として、R9F や、R9E と並び、古くから存在する機体の一つでもあります。今では爆撃機としてのイメージが強い機体ですが、R タイプファイナルにおいては、爆撃機というよりは、中、長距離巡航機の扱いとなっています。こちらは R タイプスに掲載されている R9B のデータになります。当時のデザインだと、機体後部のロングレンジドライバーがかなり長い設計なのがわかりますね。このナビゲーションシステムにより、長距離巡航が可能となりました。また、最高速重視にセッティングされたエンジンユニットや、大量の推進剤を備えたプロペラントタンクなど、飛距離を伸ばすためのユニットが、数々搭載されています。もともとは R9 に搭載する用の装備、という扱いだったものが、きちんと一つの機体として開発された、というわけですね。ちなみに、この R9B 系列は、ステージ 5.0、跳躍26次元の歪みを軽減させる機能があります。公式でそういった記述は見つけることができなかったのですが、実際に検証してみた結果、確かに他の機体と比べて歪みが少ないことがわかるかと思います。スピード1だとあまり違いを感じませんが、スピード4の状態ですと、歪みの違いが顕著に現れています。特に、機体周りの歪みが全然違いますね。このことから、ロングレンジドライバーなどのオプションによって、高性能な機体制御ができているのではないかと推測できますね。それでは R9B の兵装について見ていきましょう。R9B の兵装一覧はこちらになります。バリア波動砲、ディフェンシブフォース、シールドビット、ラウンドビット、爆雷、対地ミサイル、誘爆ミサイル、スペシャルウェポンはエクリプスメモリーとなっています。今までのシリーズとはいろいろと違いが出ていますね。では波動砲から個別に解説していきましょう。バリア波動砲は、光学ハニカム構造体を使用したバリアブロックを発生させることができます。威力の低い敵弾であれば、ブロックで消滅させることができます。ワンループで7個、ツーループで12個のブロック片を前方に出現させます。また、チャージ量によって、出現するブロック片の数が変わります。接射すればかなりの威力がありますが、あくまで敵を殲滅するためのものではなく、偵察時に敵弾を防ぐような防御に特化した波動砲ですね。次にフォース。ストライダーのフォースは、ディフェンシブフォース。長距離射程機体の近距離防御能力を補うために開発されたフォースです。フォースシュート時は、上下に弾を発射します。至ってシンプルで、こちらも波動砲と同じく、フォースシュートで敵を殲滅する目的というよりは、機体に装着する使い方がメインと言えますね。赤、青、黄色レーザーは、ツインレーザー、着弾分散レーザー、ディフェンスレーザー、全体的にシャープなレーザー揃いとなっていますね。それでは個別に解説していきましょう。赤はツインレーザー。
前方に2本の赤いレーザーを発射、敵にヒットすると、2本のレーザーが交差します。ラウンドビット装備時は、ビットからもレーザーが発射されます。シンプルながらも威力は高く、殲滅力のあるレーザーとなっています。青は着弾分散レーザー。前方斜め上下に青いレーザーを発射、レーザーは地形に当たると、一定の距離反射します。反射時に飛び散るしぶきのような部分にも判定があり、接射時には上下と反射分のダメージが入ります。黄色はディフェンスレーザー。黄色いレーザーを前方に発射、レーザーは敵の上下に位置すると破裂し、上下に進行方向を変えます。変則的な軌道ですが、バリア波動砲と組み合わせて上下の守りも固める、といった使い方もできますね。次はビットの解説に参りましょう。ストライダーが装備できるのは、シールドビット、ラウンドビットの2種類です。メインがシールドビットというところも、守り重視というのが感じられますね。シールドビットは、機体の防御性を補うために開発された補助兵器です。フォースと同程度の敵弾防御性能を持つビットとなっており、ラウンドビットでは防げなかった光弾も防げるようになっています。他のビットと比べて、カバーできる範囲が広いのも特徴ですね。ラウンドビットは最も基本的なビットで、敵に当てることで直接攻撃が可能です。使用中のレーザーによっては、ビットからもショットを発射できます。小型ミサイルなどの敵弾を防ぐだけでなく、フォースやレーザーで攻撃できない場所から出現する敵を攻撃する手段としても使えますね。お次はミサイル。ストライダーが搭載できるのは、爆雷、対地ミサイル、誘爆ミサイルとなっています。対地ミサイルが初のお目見えですね。爆雷は真下に投下される爆弾です。シンプルな動作ながら、敵に接近した時の連続投下性能に優れています。さらにパワーアップすることによって、連続投下性能がアップします。対地ミサイルは、真下に向かって投下され、地面に到達すると地形に沿って移動し、敵に当たると爆発します。地形がないステージでは効果がないため、使う場面を見極めて完走する必要がありますね。誘爆ミサイルは、前方に向かって投下されるカプセル型のミサイルです。障害物に当たると破裂し、敵にダメージを与えるエネルギー体を撒き散らします。黄色レーザーのように、地形に沿って進むのも特徴的ですね。最後にスペシャルウェポンの解説です。ストライダーのスペシャルウェポンは、エクリプスメモリー。画面全体が赤い光で包まれた後、画面全体が白黒反転。その後、画面中央にブラックホールが発生し、その引力で、4秒間ダメージを与えます。以上でストライダーの解説は終了となります。偵察用として、敵地奥深くまで潜り込めるよう設計されただけあり、領域からの援護が見込めない中でも、生き残れる兵装が魅力。守り重視でありながら、実はレーザーやディフェンシブフォースの強さが頼もしく、短期で敵地に踏み込んでも、踏ん張れる弾力持ちです。もともとが R9 のバリエーション扱いということもあり、R 戦闘機らしさがありつつ、ロングレンジドライブや、プロペラントタンクなどのパーツによって、独特なデザインが特徴の機体。バリエーション時代のシュッとしたフォルムも、ファイナル版のちょっとずんぐりむっくりしたフォルムも、どちらもいいですよね。いやー、今回のストライダーも実に良かったですね。守るだけじゃない、攻めも強い、後にさらに攻撃特化へ化けるのもいいですよね。さて、前回もご意見ボックスに、たくさんの投書ありがとうございました。宇宙空間で落雷とか。前回からご意見版にいろんな方が来ますね。スペシャルウェポンはこれ以外ないんかいな。スペシャルウェポンは系列ごとなので、ニュークリアは A 派生系、ナンバー順にすると固まるのはしゃあない。コメントでも書いてくださった方がいますが、スペシャルウェポンは機体の系列ごとに搭載されているものが統一されています。なので、機体番号順に紹介していると、同じスペシャルウェポンが当分続くことになりますね。今回は、R9A 系列から R9B 系列へ移ったので、ニュークリアカタストロフィー以外のものが登場しました。スペシャルウェポンの移り変わりで、系列の切り替わりも感じられるかと思います。
スペシャルウェポン紹介時の画面で一覧を表示していますので、今後紹介されるスペシャルウェポンに思いを馳せながらお待ちくださいね。ファイナルには元ネタありの機体も多いし、変化球的に元ネタ採用した可能性はありそう。101機の中には元ネタがある機体が多々あり、ルーツをたどりながら機体開発の経緯を考えるのも楽しいですよね。今後も、元ネタの設定を引き継いだと思われるような機体が出てきますのでお楽しみに。さて、博物館でもおなじみの、カルニャンさんからイラストをいただきました。今回はこちら。低出力波動砲アステロイドバスターを装備した、特殊作業艇、R5 です。宇宙のタグボートとして使われていた機体で、ユニット化されたオプションによって、様々な局面での運用が可能となっています。後に波動砲として進化するアステロイドバスターも、当時はオプションユニットの一つとなっていました。大型艦艇を牽引するための、特徴的なエンジンユニットの立体感が素晴らしい。小型ながらも、どっしりと重量感を感じる構図と、塗り方がとにかくかっこいいです。下部のパーツの、細かく構造がわかる書き込みの凄さ。さすがです。カルニャンさん、今回も素晴らしいイラストありがとうございます。アールズミュージアムで大切に保管させていただきます。それではそろそろ出口へご案内いたしますね。当館の宣伝、誠にありがとうございます。スポンサーの皆様のお名前を、こちらに貼り出させていただきました。189名のスポンサー様、アールズミュージアムへのご支援、ありがとうございます。いつもたくさんのスポンサー様に広告していただき、当館もとても賑わっております。皆様のご支援が、アールズミュージアムの糧となります。オマージュステージのダウンロードコンテンツ、楽しいですよ。本日はいかがでしたか ?R 戦闘機の歴史と魅力に浸る時間を、ご提供できていたら幸いです。それではまたのお越しをお待ちしております。本日はご来館ありがとうございました。